チャイナでやっちゃうなというか。空気ちょっと悪いけど体調あるよ。風が吹きゃどっかに飛んでる体調あるよ。せっかく諸島はうちらの島よ、近寄っちゃダメよ。次はレーダー照射だけじゃ済まさないやるよ。田舎の方で地震があったらめんどくさいね。ちょっとぐらい人間死んでもいいじゃないの。インフルエンザで死んでるのも田舎の方よ。大体人間多すぎるの減ったら嬉しいね。中学へ大体こうなかったら戦争よ。チャイナ映画チャイナスリルが満載。よく言うなら北朝鮮からミサイル飛ばしちゃうよ。よく言ってももうすぐ地球は中国のものよ。